孤児院からセリーナを救出するチャンスだ。この悪趣味なゲームをいい加減終わらせよう。そのようです、ゴブーンは。やつが来た、バットだ。この場所見てみろ。掃除するのにウェインの金が何百万ドルいるんだ。吸わせたことをビルボードで謝ってほしいな。調子はどうだい？パーフェクト。エディは最後のコースの後何も言ってこない。あなた人と正しく関わったりするの？丁寧には誘ってくれない。それでロビンは？ロビンは元気だ。もう付き添いなしでお外に出られる？まだパパが見ていないとダメ？一人でもやれる。でしょうね。もう一人前の男だもの。あなたにはわからないでしょうけど。わからん。ほら、しっかりして。こっちはそろそろ終わるわ。そっちは？まずいな。ほっときなさいよ。いつまでもヒーローごっこはしてられないんだから。頑張ってみるさ。いいけど、そういう偽善的な考えでどうなるかは分かりきってるわ。あ、期末試験だって。かわいい。入ってみる？これで最後よね。エディは約束を守るわ。大抵はね。いよいよ最後ね。自由の身になったらゴッサムのあれこれを頂戴して。いえ、あれこれが無事か確かめないとって。まずガロを狙おうかしら。ダメだ、ダークナイト。マークをおろそかにするな。これがリドルスクエアだ。20世紀後半に流行したパズルキューブと15世紀半ばの拷問装置からヒントを得て考案したパズルだ。等身大チェスをさせたかったならもっと駒を残しておくべきだったわね。いい考えではないな。じゃあ私もお家に帰るわ、エディ。入り口があるはずだ。さて問題です。締め出されてるのにどうやってゲームに参加する気でしょう。どうやって。何か勘違いしてるんじゃないか。と
通り抜けはできんぞ君たち。それに地下にトンネルを掘るのもなしだ。掘るのもなしだ。入ってこられるか。いくつかね。夜は終わっていない。まだ仕事が残っている。分かってるわよ。本当にムードのない人ね。あなたって非番の日はないの？スーツを脱ぐことは今夜は無理だな。セリーナ、仕事だ。分かったわ。素敵なコウモリさんはほっといて、私は画廊にでもお邪魔するわ。私に礼はないのか？どうして？それが仕事でしょ。